中川先生の優しいビジネス研究、本日は私経営学者がエヴァンゲリオンという作品をどういうふうに読み解いていけばいいのか、経営学の観点から解説をしてみたいと思います。一切ネタバレがないのでご安心して視聴いただけますし、一度エヴァンゲリオン見たことある方、どの作品でもいいです、見たことある方にはなるほどそういうふうに解釈すればいいのかな、そんなふうにちょっとより奥が深まって見える内容になっていると思いますし、見たことない人はあれ面白そうかもしれない、ちょっと見てみようかな、そんなような内容になっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。まあ、このエヴァンゲリオンという作品、1990年代に公開されまして、社会現象となったような作品なんですけれども、まあシンプルに言えばです、まあ、知らん人に向けて話しますと、まあ少年少女たちが巨大なロボットに乗って戦う、バトルアニメなわけなんですけども、まあこういったらもうオタの人たちにあらロボットじゃないと怒られてしまうとか、こういう入り口がちょっと難しいところなんですが、シンプルにはこれを考えていただければいいわけです。少年少女たちが巨大ロボットに乗って見知らぬ敵と戦いを繰り広げながら成長していく成長物語、シンプルにこうやって見るのが基本なんですけども、社会現象になったのはそこにいろんな謎や仕掛けが散りばめられていて、非常に難解で解釈を必要とする、そういうところがどん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 広がったというのがヒットのポイントなんですけれども、この動画で注目していきたいのは、果たしてこのエヴァンゲリオンの中軸になるストーリーから私たちは経営学とかビジネスに関して何を学べるかというところなんですが、エヴァンゲリオンを理解するポイントはこれなんです。個と善の対立というのが話のずっと一貫して貫かれている話の中軸になっているんですね。まあこのエヴァンゲリオンという乗り物、まあ実は人造人間なんですけれども、エヴァンゲリオンとそのパイロットたちは、そのパイロットが自らの個を確立していくほどに、どん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 エヴァはその隠れた能力を引き出されて強くなっていくわけです。ですから敵を倒すためには、エヴァンゲリオンに乗っている中学生の子たちが成長していくことが必要なんですね。それがエネルギーになっていくんです。一方で敵は善なる存在なんですね。人類の敵、まあこれを作中では使徒と呼びますけれども、使徒たちは善なる存在、子としての意思を持たずに善なる生命体として人類を殲滅し、地球を自分たちの支配するものにしようとしている、そういう存在なんです。ですからこのエヴァンゲリオンという作品は、善なる存在たる敵に対して一人一人の少年少女たち、主人公たちがそれぞれに個を確立していきながら敵を倒していく話、それが話の軸になっていくんです。でここのところが経営学者目線で見てもめちゃくちゃ面白いんですよ。というのはですね、経営学においても大きい流れにあるのが善から子へという動きなんですね。20世紀経営学においては、20世紀ビジネスにおいては、善であることが強い組織のポイントだったんです。組織としてみんなが個々の私利私欲を捨てて一つになりましょうねと、これができている会社が強いんだというのが20世紀のポイントだったんです。ところが21世紀は時代が変わってきている。まずはしっかり個を確立してください。あなたの価値規範、あなたの信念に基づいて仕事をしましょう。そしてあなたが他の誰でもない、あなたにしかできない仕事をした時に、あなたのパフォーマンスは最善になる。これが21世紀ビジネスの基盤になっているんです。この21世紀、22世紀でビジネスの基盤の部分の考え方が変わっているんですね。その根っこのところにある理論が自己決定理論というものなんですよ。まあ最初のところでタイトルでもお見せしましたけれども、自己決定理論というのはまさに個をしっかり確立することによって仕事のパフォーマンス、人生のパフォーマンスが高まっていくという考え方なんですが、そこにあるのは3つの軸です。1つ目がオートノミー、自立というふうに書きますけれども、これはすなわち他律、他者に律せられて、お前やれよな、お前これしろよなと命令されるのではなくて、自分の信念に基づいて今ここに立っている、今これをやっているんだという、この自己の信念によって今ここにいるということが、行動を強靭にし、よく生きるポイントであるということ。第2には、エフィカシー。まあ、平たく言えば自信ですね。根拠のある自信という言い方をすればいいでしょうか。自分はできるんだという能力感。自分はできる、自分はできると、そういうふうにしっかり強い心が持てているときに、あなたは健全にパフォーマンスが発揮できる。
そして第3話、relatedness と書きますけれども、関わり合いですね。他者と健全な良い関わり合いが結べているときに、あなたは一人前の人間として、人材として、他の人と良き関わり合いの中で、チームワークで仕事ができるようになると。この3つが果たされている状態というのが、自己が確立できている、自己決定ができている状態になっていて、あなたの職務パフォーマンスは高まるということが、この21世紀においてはすでに実証されている状況になっているんです。そして、ここまでの話を聞いたならば、あ、そう、エヴァンゲリオンってこういう話だよねと、一回見たことある人はわかると思います。主人公、シンジたちはまさにこれをやっていくんですよね。自分の意思でここに立っているという自己決定をし、自分はできるんだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだと最初のうちに言っていたシンジ君は、だんだんその自分の自信というものをつけていく。そして第3には関わり合いということで、大切な仲間たち、誰のために誰かのために戦っていくんだと、そういう思いを強くしていくにつれ、人たちを倒していく力を身につけていく、そういうストーリーがエヴァンゲリオンなんですよ。ですから、いろんな社会現象とかいろんなことが言われていて、初見の方、見たことない方っていうのは、いろんな前提知識が入っちゃっているので、いろいろ身構えてしまうんですけども、そんなことはする必要なくて、実はとってもシンプルで素直な話なんです。いろんなその謎とか仕掛けとか、なんかモヤモヤするところはあるんですけれども、基軸の部分は素直な主人公の少年、碇シンジ君の自立の物語なんです。自らの足でこの世界に立っているんだという、これがストーリーの基軸なんですね。いや、正直見てると主人公たちってめちゃくちゃ理不尽な状況に置かれるんですよ。戦う理由も明かされてない。敵が何なのかも知られてないし、自分自身や仲間たちの犠牲を強いられる。上層部が一体何を考えているか、その真意も知らされず、この世界がどういう仕組みで動いているかと、その世界の真理もつかまされぬままに、とにかく目の前の敵を叩きのめせ、倒せと、それだけ自らの親に言われて戦うと、そういうストーリーなんですよ。それでもなお自分は自分の意思でここにいるんだ、自分の意思でここに立っている、そして自分は仲間たちのために、大切にすべき人たちのために頑張るんだと、これができている時にシンジ君たちは内なる真なる力を発揮して敵を倒していくことができる、そういう話なんです。いかに理不尽な状況にあろうと、私は今自分の意思でこの場にいて、自分の意思でやっているんだと、こう思えるときに、あなたは最善のパフォーマンスを発揮できる、そういうお話なんですね。まあ、ですから、お話分かっていただけたと思いますけども、経営学的にはすっごい興味深い話でして、これをどういうふうに読み解くか、いかにも90年代的なストーリーなんですけども、善であれというのが特に90年代では強い時代だったんですね。社会のルールに従いなさい、会社のルールに従いなさい、子であることを押し殺して善のために働きなさいというのが昔からのこの日本の価値観信念だったわけです。まさに20世紀の基本的な日本社会のものの考え方、これに対して21世紀の芽吹きというのは、違うでしょうと、子であることが最初にあるべきじゃないかと、この態度があったのが90年代なわけで、まさにこの90年代に生まれたこのエヴァンゲリオンという作品は、社会が善でありなさいというのに対して、いや自分は一回の子ですと、子としての意思を尊重したいんですと、このせめぎ合いがこの作品が生まれた背後にあったんだということを理解すると、よりよく理解できるんじゃないかと思います。そしてこのエヴァンゲリオンという作品はまさに21世紀の到来を告げる作品だと言っていいでしょう。組織の中にあったとしても、あなたは何がしたいんだという子が問われる。今では当たり前のことです。この今では当たり前となったメッセージを、この今から四半世紀も早いタイミングから上手な映像表現として、それをメタファー暗喩としてロボットアニメの中に仕込んだというところが、この作品の偉大なるジャパニーズアニメの金字塔たるポイントになっているわけです。しかしです、問題はですね、このエヴァンゲリオンという作品が社会現象となり、未だに謎を呼び続け、未だに議論の的になっているのは、エヴァンゲリオンのこの子と善という対立軸が敵味方というシンプルな構図ではないというところにあるんですよね。まあ、どっかで耳にしたことありますよね、この人類補完計画という言葉。
そう、作品は知らなくても、あるいは作中でほとんど人類補完計画なんて語られないんですよ。語られないんだけども、作品を見る人はみんな大体どういうものか理解していて、作品を見たことがない人も言葉を知っているのがこの人類補完計画というものなんですが、これはまさに味方の上層部、上の上の方の組織の人たちが考えているのがこの人類補完計画というもので、これが何なのかと、これを知るとこの先にどんどん興味が湧いてくる。人類補完計画というのは、私が今話した個と善の対立という構造について見ると、これは人類を善なるものにしようとする計画なんですね。人類は一人一人個であるがゆえに、他の人との争い、いさかいを起こしてしまう。価値観の対立、それが戦争だとか、さまざまな問題を起こしてしまう。で、しかも個であるから、その個体としての死を迎えたら、その個人の生きてきた生き様や、その人の記憶に刻まれたものも死んでしまえば終わりであると。そこで全ては終わってしまう。個体としては死を迎えてしまうわけです。しかし、人類が、全員が単一生命体、一つの集合体として知識、記憶を共有することができたとしたら、善なる生命体になったとしたら、生命体としては永遠の時間を生きられるようになる。個体としてはもちろん死ぬかもしれないけども、その個体の記憶や経験は、全体に還流されて、善なるものの中で個体の記憶は生き残り続けていく。ですから、そういうものに人類を次なる水準に進化させようとするものが人類補完計画なわけです。この人類補完計画を成すためのよりしろ触媒となるものも、主人公たちが乗り込むエヴァンゲリオンという機体だったりするっていうのが、ストーリーの魅力的なポイントなんです。これがこのエヴァンゲリオンという物語のストーリーを複雑難解かつ難しくてスリリングなものにしている仕掛けなんですね。善なる使徒と戦いながら、そして実は上層部の隠れた意図も、人類を善なるものに進化させようと、そういう意図にありながら、主人公たちはストーリーの中で、次第に少年少女たちは大人になっていく、子としての自己を確立していくというストーリーなんですね。そしてエヴァンゲリオン、機体としてのエヴァンゲリオンは、主人公たちが子であることで強くなっていく一方で、善なるものにするための触媒よりしろであると、その二つの要素が組み合わさっているものが、それぞれの機体エヴァンゲリオンなんです。そんな中にあって、最終局面で碇シンジはこの善であるのか子であるのかという究極の選択を迫られる。果たしてシンジの選択は、というのがこのエヴァンゲリオンというお話の軸になっているんです。ぜひ主人公シンジたちがどういう歩みを経て、最後にどういう選択をしたのか、劇場や諸々の作品ぜひチェックしてみてもらいたいと思います。この動画が役に立ったなと思った人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また中川に何か質問があったり、こんなことを扱ってほしいという疑問があったりしましたら、ぜひコメント欄に寄せてもらえたら幸いです。またぜひ周りの人にシェアをよろしくお願いします。